みんなでお祭りに行って、その後はお庭で夕涼み。こんなに幸せでいいのかな。この浴衣派手じゃないよね。金魚も非常食、たくさん取って食べ頃まで育てる。お祭り、屋台、ジュルリ。いつになく真剣な顔。コメッコちゃん、金魚すくいなんだからもっと気楽にやればいいのに。違う、これはただの金魚すくいではない。コメッコの家の食卓に関わる。え？捕まえたやつはみんなコメッコの非常食。すごい、早すぎて手首から先が見えないわ。お嬢ちゃん上手だね。まだまだ行く。はあ、次から次に。もう10匹以上なあ。お嬢ちゃんそろそろ終わりに。せいやはあ、頼むお嬢ちゃん、もう堪忍してくれ。これ以上取られたらうちは大赤字だ。あ、破れた。よかった。ありがとな、ジョーちゃんたち。もう来ないでくれよな。コメッコちゃん、本当に金魚食べるのかな。川でザリガニ取ったり、セミ捕まえてたりしてたって聞いたけど。ねえコメッコちゃん、金魚は飼わないなら池に放してあげない。でもお腹すいた。だったら私がおごってあげるから、今日は何でも好きなものを食べていいわよ。本当に何でも。もちろんよ、このゆんゆんお姉ちゃんに任せなさい。わかった、金魚はお池に返してあげる。食べることに必死なだけで言えばわかってくれるのね。きっと心根は優しいんだわ。ひひひ、大人はチャラい。このスバ、ウニフラさんやドドンコさんは元気かしら。あれ、私たちってなんだか友達同士みたいじゃない。新しいパーティーメンバーを募集してみませんか。ミーヤちゃんとエイミーさんは仲が良くて羨ましいな。